どうもこんにちは、僕はですね今現在キャンプを自粛してます。同じようにですねキャンプに行きたいんだけど自粛されてる方っていうのもねたくさんいらっしゃると思いますので、今回はですね、以前の動画、おじキャンというシリーズがあるんですが、その中のね総集編ということで面白かったシーンを切り抜いてお送りしたいなと思います。お三人の関係っていうのはどうなんですか？元同僚、これはサバゲズつながり、もうなんだかんだ顔見てから30年以上になるじゃんね。まあ何年？もう8年近いぐらいじゃないですか。これも買っちゃった。なんかいらんの捨てたで今。せーの。片方はアギラネガニぬるかった。これ優秀よこれ。これ2000円しないぐらい。で、こっちが1000円で、こっちが1500円ぐらいだったかな。500ミリ缶と。2つ持ってると楽かもしれないね。うん、この辺で売ってるとこってあります？アマゾン。この辺はこの辺か。ハモったね、今。めっちゃハモったね。一生の深く。あれ、パワーズにもあったような気がするんだけど。あれ、多分スタンレー。あ、はい、3000とか4000とか、多分。あれは高い。スタンレーよりはね、多分、サーモスの方がよう冷える。コスパでも絶対こっちいいと思う。アニメ。アキラでももう何年前よ、あのアニメ30年ぐらいになるよね。30年はなるじゃないっけ。でもあのアニメすごいよね。2020年東京オリンピック予想勝負でね。あ、そっかそっか、うん、そうですよね。まああんなに荒れてはないけど、いやまだ分からない、あと2年あと2年そのまだ荒れるから。何やる？ラッセラーってなるから。神まみた。あ、化け物語シリーズはもちろん、今のが八九時迷いの言葉っていうのも知ってます。あー、神は見た。神はいた。あ、そうだ、西尾維新わかるんだ。あのシリーズはまあ見て飽きんよね。ただ俺化け物語しか見てないと、偽物語とか。あー、見てない。まだ見てないんですよ。天井ヶ原でわかるわけなんだ。わかる、わかります、わかります。あららぎくんとかね。ラララギさんですね。神まみた。あれ、偽とか、終わり物語？しまい？偽物語、終わり物語とか、冬物語とか、え、今もあるよ。暦物語とか、よくあるけど。たくさんあるから。偽はあれですよね、荒木くんの妹とかの、そうそうそう、やつですよね。カレンビーとか。今、何作出てるあれ？十何作ぐらい出てるよ。うん、コミックの方、小説の方は。化け物語は僕、一番好きだったのが、オープニングが変わるじゃないですか、毎回。毎回ですか、その、シリーズというか、確かにね。翼キャットだったらこれ、みたいな。あれが良かったんですよ。で、全部いい曲ばっかりだったんで。主役のヒロインがずっと歌ってるからね。そう僕は、なぜこの歌が一番好きでした。ザワさんだ。ザワさんね。ザワさん。あ、花沢さん。うん。異世界食堂っていうの今、アニメで。もう終わったんだよ。終わった。あれが結構。終わった。話の腰だ。あれをね、あれを結構直したりするよね、英語とかで表現したりする。へえ。ちょっとなんかぶっ刺すもんないから。チタンです。チタンです。異世界ショップ見て結構面白い。漫画だったやつですよ。今アニメであるで。異世界に行ってるんだ。このおっさん絶対酔っ払っちゃうと思うよ。変と変を集めて、もっと変にしましょう。変が変な宇宙は大変だだだ。全くわかんないですよ。うるせえやつらわかんないんだよな、やっぱり。あ、うるせえやつら俺はオープニングしかわかんないですよ。エンディングの方なんだ。あ、ラブのラブソング、さっきかかったやつですね、うん、なんでそんな曲持ってるんですか。あなたがかけたんですよ。あんまりそわそわしないで。そうあなたは生きてもキョロキョロ。あれ、あの頃の、あれが初代の萌えアニメじゃないのにならんのかね。ラムちゃんに燃えた人ってすごいいる。すごいおるよね、ラムちゃん。俺まだ幼稚園の頃でしたから。生まれてなかったかもしれない。あれぐらいの年でいくと、うるせえ奴らがあって、ランマ2分の1があって、セーラームーンがあってみたいな、なんか。いや、ちょっと待て。その間に、違う。メゾン一国がある。あ、メゾン一国。その間に。そうか。メゾン一国があるんだ。おとなし京子さん。譲れない世界なんだ、そこの辺は。あれ、音無さんも、音無京子は、ね、譲れない世界なんだ。俺ね、同い年で大好きな奴がいるんですよ、メゾン一国。あれ、メゾン
るとこ面白いよあれ。一足一足じゃあうるせえ奴らがあってメゾン一国があってその間には何もなかったってことですか。いやあるにはあるけど、グーグーガモン、あれ、ホツモだね。だってグーグーガモン、ね、昔グーグーガモンパチンコがありました。あれはアニメにできんだろう。そこいやもう絶対無理ですね。いやブリューヒルトっていうとそっちの方がわかるんで、ラインアフトオンローエングラムとかそっちの方で、こっちの方がわからんわ俺。銀英伝、あそっか銀英伝ダメだ。銀河英雄伝ですか。ああれ面白いよね結構。いや俺見たことないんですよ。あれ古いやつと今始まっちゃうやつ。終わったもう終わった。見比べたら結構面白いよ。オーケストラ使ったんですよね、ボレロとか。それはねあの一期の方。一期の方ね。あれ OVA の方はすごかった。すっごいよあのオーケストラがボレロとかいっぱい使ってるオーケストラを。あれをパクってるのがハルヒよね。だからところどころ、ね、ところどころパクってる。金が言う。あれは田中良樹っていうのがゲームの対決する。とこあったじゃん。サジタリウスのやつ。あれ、あの時にあれはあのあれパクってる。あ、そう。あれ絶対なんか元があるんだろうなと思ったんですよ。あれ金英雄です。初っ端の。だからラインアルフとウォーローエングラムと。でもあれから最近のアニメで結構時間空いたよね。昔のアニメはモロにその名称が出るというか、最近のアニメで出んじゃろ。名称。名称。そうですよね。愛国戦隊大日本とかってないですもんね。それ何のアニメやろ。知りません。知らん。日本がもしも弱ければたちまちロシアが攻めてくる。なんだアニメこれ。初めて聞いたそれ。なんすかそれ。いやだから愛国戦隊大日本の知らんし。ユウ博士のも最強だろうね。デッドボール これじゃないけど。ごめんミニモしかない。うちミニモで10分だよ。俺ジェットボール3つしか持ってない。アホだろあんた。全て1万円以上するのに。ハイネクタサムライ藤山家。危ないよ。てめえこの野郎。危ねえよ俺たちの日の丸。酔っ払え酔っ払えかな。危ねえって。キャンプ用品、キャンプ用だいぶ金かかっちゃうんだよね。あで多分ここ見え全部出したらいくらか。30万ぐらいになるんかね、なんだかな。2,30 万で多分安い。もう行かんなら持っていくだろう。もっと行きそうな気がしますよ。100万ぐらい行くんじゃないの。そこまでは。いかんそこまでは。100まではないですね。うちにあるので全部でいくらぐらいだろう。うちので30万ぐらい。うちは多分10行ってないと思います。うちがなんだかんだと4,50とはかかってる。いや、もう80,90ですよ。あっちもこっちも余計あれ、こう、や料理のあれが、キーがあるけど。みんな使おう。使いません。とりあえずあの出してみただけ。出してみただけ。とりあえず出してああ後ろ。それはこんなにやるわけないですよ、ね。そんなに料理作らんよね。食べれませんよっていう。いや食材がまずないんですよ。うん、まあ、それはあのサンマを焼く系今日。ここでサンマ焼く。サンマ焼いてこれで豚汁作って。これまた新品じゃない。それ新品です。まだ使ってなかったんで。おお、サンマ焼いたんじゃもったいないの。油がもうもね。サンマは多分それみ。あのとりあえず写真撮るので出したの。これはだいぶあれじゃん。よそであのお姉ちゃんと遊んだりしませんので、うん、お母ちゃんに見せられんで、ね、お母ちゃん見せたら怒られる。半分バレてるとは思うんですけど。でも大きいあの倉庫があるんで、安いね。安いし健全なあれですよ、ね、健全で物が残るし、ね、残りますからね。買ったけど使うのもいいよね、うん、ダイソーって。あシェラカップちょうどいいじゃんこれ、うん、だって家なよくあるよね。またあった、うんだけが友達とか。それ言ってへんか。それ放送禁止に引っかかるんじゃないか。君。でもあれらしいよ。うわめっちゃ使いたいけど使えないんだろうな。もう放送禁止よ。おすごい狙ったように 今めちゃめちゃこっちまで来たね。線香花火みたいでしたね今。ちょっと初めて見た現象だったね今。いや俺も心霊現象みたいな、ね、びっくりした今。何、いや多分炭が外れた。あびっくりした今。何事って。もうちょっと後にやります。
忘れた頃に忘れた頃にもう一発酔っ払い酔っ払いそっちのユニフレームユニセが邪魔なんじゃない？ん？いや、トング置き場にちょうどいいかなって意味わからんすげえ豪華なトング置き場っすこのトング便利ですけどね、ユニフレームそれ便利ね、ユニフレームの落ちないから、先端がつかないから。ああ、めちゃめちゃつまみやすいんや、それ。へえ。これがめっちゃ明るいっすわ。これ、もっと暗いんかと思ってたから。いや、これすごい明るい。いや、すっごい明るいっすね。いくよ、オープン。おーすげえ。これにあとだし汁を足して味噌足して、味噌足して、あ、しいたけ入れに、あ、だし汁ちょうどいいぐらいだ。これ多いよねこれ3人前じゃないでしょどう考えてもこれはロゴスかなんかのやつだっけ？じゃない、これキャプテンサックです。キャプテンサックのやつか。六角形はキャプテンサック。でもこの焚き火台優秀じゃけえね。うん、めっちゃ燃えるんですよ。そうそうそう、火の通りがねすごいええんよ。うん、これができる季節になったから本当にいいですよね。そうそう、夏やると暑くて暑くてねえ、日が暮れても死ぬほど暑いもんねこれからが俺たちのキャンプの時間。そうそう、だけど俺今からキャンプシーズンだったらみんなにはって言われるもん。大人の火遊び。危ない危ない危ないスパッタシート入れない、やっぱり。いるよ買いなさい、うん、これ囲んでみんなで歌歌わねえけど、うん、誰もいないですしねいや、でも動画に撮られてたら大変なことになる。うん、ちょっと恥ずかしいね、あと見たらマジですかって。ほんま平日だったら多分ソロじゃないですか、乾燥じゃないですか。この状態でね。いいっすね、うん、ギターとか持っていったら練習できますね。それは弾き放題よ。弾き放題ですよ、ね、そういうのの楽器練習するとかいいかもしれませんね。ねえ、焚き火とともに。そうそうそう、うん、このまま料理ができるってのは冬は最高っすよ、ね、そうそうそう。だけどこれがあるけ、ブッシュクラフトのあの焚き火フライパンだった、うん、あれ買ったんだけどね。一回使ったきりかいね。一回使っただけもうくらいでしょ。やっぱあれですか、すすがとかが手入れがつれないとか。いや、なんか めんどくせえ。あ、これを持っていかないようになったっけ、重たすぎて。なるほど、うん、あ、本当だ。映ってますね。映ってる。はい。はい。温度取って。よいしょ。君が主催者やん、今日。え、俺？いや、今日、だって今回あれでしょ？はい。え、言い出して君だべ。動画が上がって、え、年末にやるって言い出して、忘年会。え、あ、いや、違いますよ。違うよね。やるって俺に声がかかって。そう。あ、じゃあ俺？あなた、俺何言ってんの、あなた。お出にしませんかって、あなたが誘ってくる。乾杯。お疲れ様です。揉めるなよ乾杯で。あ、うめえ。あ、ごめん半年ぶりのビール、うめえ。顔映っても大丈夫ですか？はい、映っても大丈夫です。顔映っても大丈夫ですか？あ、じゃあぼかしかけます、ね、じゃあぼかしで、ね、いや、まあ、いいですけどね。はい、よかったあ、えんです。はい、まあ、じゃあ改めて、はい、乾杯。お疲れ様です。でも俺も半年サーカスに2針見るのはね、初めてだし。ああ、お買い物上手だろ。これ買ったら大体当たりない、うん、不思議と。いや、でもそれいいっすね。それも買い物当たりでもね、人生が外れちゃったら、まあ、人生は外れてもしょうがないけどね早言うね貴様こういうの謝罪を要求されるかもしれない。要求するよ。賠償も要求されるかもしれない。いいだろ、こうやって弾いてったら。あ、ほんまっすね。あ、ほんとだ。おしゃれ。ええ感じになってますね。まあ、持ち主がおしゃれじゃないからね。やめて。怖いけど、その目無言で訴えるけど。ごめん、僕が悪かったです。それでもなんかこう、下に座っちゃったらやっぱ地熱が引き合いけ。そうですね。これにもう一回座布団があるら結構あったかい、ね、うん。いや、でもこれでもだいぶ違いますよ。ここはこれがあるだけでも全然違います。そこは二重になってて、俺ここ一重だけど、うん、
大丈夫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 そこに20だけど近いもんだってストーブ。まあね、いいんじゃない。腰が悪いんだったら椅子座った方がいいんじゃないですか。いやだってみんなの目線より高いじゃん。殿様じゃあるまいじゃん。殿様じゃん。え、ここだってここ一国一城のあるじゃん。まあそりゃこのテントは、まあここのテントだけ。いやいや、だけ。なんだ貴様この野郎。これ幕を閉めたらもっとぬくいんだけどね。いや閉めたらでも絶対にあったかいけど、うん、身動きが取れんこなる。だって 8.9 度になったっけね。いやこの時点で多分外もっと寒いよ、うん、ああダメだ酔ってる。で孤独がもう最初からついてて、うーん、ケースと網戸って言って、あ、これですね、これもう全部セットだったんで。ケースもだよね。ケースもです、ね、ケースもです。網戸だいたい一通りついてるからいいなって言って、まっすぐピチってなるのがいいですね。見たことない彼女からさ、抜かない始まったじゃないですか。いやそれはちょっとありがたいですけどね。だって僕らもそうですもんね、知らなかったですもん、ほんと。あ、そうなんですか、うん、なんで、えこんなキャンプ場あったの。親子も、ね、はい、YouTube 見てきたんで。ああ、そうですか、うん、この前一回ちょっと来たんよ。へえ。できたらこの管理人さんのこのね人柄じゃないですか。いやいや、ほんまそうですよ。それだけ若い人間だから。やっぱここはすき焼きであの卵を忘れたって言わなきゃいけない。すぐ飛んで帰りました。何を忘れたかに、あるのがあったらみんなすぐ飛んで帰ります。いや、あの時は助かりました本当に。こういうソロのね集まりでやって一緒に飲むってことはないですもんね。俺は休みがある特殊だけ、ほとんど一緒にっていうのはまずない。そうかそうか。いや、そういう時誘ってもらえれば。誘ってもらえるのは誘うよ。いやいやいや、大丈夫ですよ俺は。全然。今からちょっと寒さが厳しくなるけど。ちょっと。ちょっとストーブ2個持ってきてくださいって言いますから。ないんだったら買ってきてください。買ってこい。なんじゃそれ。俺が用意するんかい。見えんの。もうちょいあります。ついたついた。あ、ついてました。これですぐ暖かくならんけ、ちょっとだけ時間かかるけど。じゃあこれがお年玉に。なんでよ。なぜか速攻で帰ってくるな。ツッコミが なぜか2つずつあるという。え、2つってことはあれじゃないですか。1個はっていうこと。1個は何をわけなの。寒いとつかんね。これもあのうち5人家族ですから。あ、そういうこと。5個はないね、さすがに。皆さんお手持ち。持っております。持っております。兄さん、すいません、あの乾杯の合図をお願いします。まあ今年一年いろいろとありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまでいい年が迎えられそうです。だってもうね、すぐお孫さんの。そうですね。ね、まあ、そうなんだけどね。まあおかげさまで本当助かりました。来年もまたよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。お願いいたします。乾杯しましょう。はい、乾杯。はい、乾杯。めっちゃ美味しい。寒いけどうまいじゃね。美味しいですね。あれ多分からし、からし誰か持ってないかね。からし持ってない。持ってきて、からし持ってきてないですか。俺も持ってきてる。からしの、からしがね。いやいや、何かつまみがある。あ、あれおでんが、はい、おでんがあります。あと、あ、食べましょう。はい。え、向こう行きましょうか。じゃあ中入る。誰かからしを買ってこいって言わなきゃ。いや、もうみんな飲んじゃるから無理。神様の前なんかコメントでビート出しましたんで。カラシが、おお、まあ家帰ってきた。あ、すげえ。お手間かけた。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。もうこれでおでんが最高だね。今もう外に出しとったら天然の冷蔵庫だね。そうですね。外に多分冷やいね。あの子何しようんだろう今。なんでそんなしんみりした感じになるんですか。今ふと思うだけ。すごいな。あの子何してでも男はそう思うんですよ ね、まあ、ね、男は上書きじゃないから。名前を付ける保存ですから ね、 半年飲んでないっすけど。よう我慢したな。僕のわがままなんですけど、ニャータイさんにいただいたんで、はい、あの、はい、ニャータイさんいただきますみたいな感じで。ぜひぜひ。僕は名前はニャータイさん。ニャータイさん。ニャータイさん。猫のニャー。ニャータイさん。じゃあ行きますよ。ニャータイさん、いただきまーす。いただきます。ニャータイさん、いただきまーす。ニャータイさん。今のが一番良かったかもしれない。ま
間が悪かった。いや、いいですね。最高。今日、サクッとタイミングだった。最高だったんです。もう最高のタイミングだったんですよ、今。なんでそのタイミングって言ってたの。いい感じでね、座っとんで。ああ、マジですか。あの年であの質問するってありえんけどね、あまり。何歳だっけ。今4歳だもん、ね、4歳であの質問するの、ね、普通ありえんけん、ね、普通にあのお父さんの手伝いで次の順番前、まあ、やったことがあるからだったのになかなかできないもんね。神経注いだらあの子たぶんガーッと伸びる、うん、あマジっすか、うん、俺あのスパッタシートを敷いた時にあのそれが何の意味かっていうのをちゃんと分かったのはすげえなと思って、うん、そのこれを敷かんと焚き火をしちゃいけんとか、うんうん、あのこれをやらんと下が熱くなって、うんうんダメだからこれやらんとダメよねみたいな話をした時にこの子ちゃんと分かってるなと思いましたね。これ焚き火するんだったらねこれ引かなきゃ ね。そうそうそうこれ引かねえけんよ。下が熱くなるから。あちあち、見えたら分かる。この子ちょっと大変よね。俺はやまあまあまあ、ね、要塞にしたら言うことが、ね、うん、だから多分大変だ、親が大変だ、うん、親が大変だ。買い替えるって、いやもうちょっと使うかなこれ。俺パチモン抜け安いけ。あそうか。俺でも今穴開いたやつがあのヘリノックスのパチモンの、うん、通常友達が言うパチノックスってやつ。これをパチノックスパチノックスだけど、これも回転式でやつ。ビーチチェアのパチノックスなの。なるほど。これもパチノックス。これヘリノックス。あ、え、これヘリノックス。え、これヘリノックス。やばい、俺本物触ってました。なんかヘリノックス買うの高えなと思ってパチノックス買ったんですけど、2人がヘリノックス買ったけ。おーなるほどね。いやもう洗えても、もうパチノックスか、あ、ヘリノックス買えやと思って。さっきもパチノックスよね。プロパチノックス。結構パチノックス。2000何ぼろ、ね、リーズダブルな。いや、俺もこれ欲しいんですよ。これでしょ、うん、これ4000何ぼやったら確か。回転式のこれね、誰かの YouTube で上げてましたよね。うん、スイングの、スイングスイング。この回転するの。これでも楽、回転するのが楽だ。楽、本当に。で、色もいいし。いそれからロッキングチェアのやつ、これ Amazon で検索したら出てきますよ。材質スタイルでしょ。4000、確か4000名前だったと思うんですよね。あ、でも68なんだよ、ね、俺定年してすぐぐらいなんかと思ってた。いや、今は68よ。だけど若いですよ。68?動画に流れるときはちょっともうちょっと若く言う。あの編集して編集して65ぐらいでしょって。あんまり変わらない。でも68ぐらいで要は25年ぐらいですか、ここを作り始めて、うん、43ぐらいから作り始めてって考えたらすごい、ね、半端ないですよね。すごいですね。俺じゃあこれしかないの。それもすごいね。そう言い切ってしまうのすごいね。しかもまだだってあのお風呂とか作りましょう。まだまだね。誰か用語があったら言うちょって。トイレが増やしてほしいのと。いや、お湯なんかお湯。贅沢よ。いや、でも俺トイレ好きですよ、あの匂いが。ヒノキの。ああ、そうそうそう。あれ、なん、あれ、あの、空気循環させるんですか。あれ、なんでって思う。あれがある。全然匂いがないから。あそこ、ヒノキの匂いですよ。シーっていうなら、トイレットペーパーがちょっと外れやすいという。あれは変えとこう、変えとこう。分かる。男用のショーでもあるとね、すごい楽だなとかも。そうね。男用のショーと、あれはあの、炊事場がもう一個ぐらいあったらいいかな。みんな贅沢やな。今回の動画はですね、総集編の前編ということで、次回はですね、後編をお送りしたいなと思っております。それでは。